前回の龍が如くセブン。あれ、違法風俗反対、人事庁から撤退せよ。知らないのか、ブリーチジャパンだよ。知らねえよ。頑張れ、とっておき最後だ。見てろよ。よいしょ。ここに住まないかい。二階の一部屋を返してやるよ。え、それはつまり、うん、よっしゃ。病院の薬をくすねて闇で売ってたんだ。ガキの頃、俺は勇者になりたかったな。乾杯。ニヤニヤしちゃうな。勘弁してくれ。今度はあの店必ずぶっ潰すから。松尾さんだったっけ。失敗して悪かった。彼だってもういらねえから、もう一回チャンスを。あの邪魔した二人は俺が必ず始末する。あのままじゃあんたらも困るだろう。네가걱정할필요는없어。なんだって。가게에는전화해두었다。나머지는우리가알아서처리하지。何？何て言ったんだ。お前のようなクズを雇ったのが間違いだった。죽어라。容赦ねえ。4章、横浜の竜。あ、足立さん。みんなお疲れさん。また今夜な。遊び歩いて無駄遣いするんじゃないよ。はーい、また今夜や。かわいい。ん？あ、ここあれじゃない、真剣ゼミでやったところじゃない。え、なんなんだこの人、知り合いか。神奈川県警の元刑事さんだ。刑事？元刑事。直近じゃ免許センターの職員だよ。でもよくここが分かったな、足立さん。あんたの方はあの後大丈夫だったんすか。ねえ、どうなったの。大丈夫。いや、そうでもねえな。クビになったよ、警察。あらあら。え、あとちょっとで夢の満額退職金だったのにな。あっさり懲戒免職だ。じゃああんたはたった一人でこの場所見つけ出したのか。春日には俺からスマホを渡してたんだね。ああ、そうだよ。あれ、じゃあ一番を横浜に送り込んだの誰。連絡つかなかったのはそっちだろう。まあ、撃たれた挙句ホームレスやってたんじゃ、スマホの充電もできなかったわけだ。俺の体より携帯の心配。スマホが切れてたからお前の居所が分かんなかったんだ。は？ GPS だよ。で、いや、お前には分かんねえか。なんだよ、感じ悪いな。スマホは人工衛星使ってその位置を特定できるんだ。そのシステムが GPS。 そいつでこの人はお前の居場所を突き止めたってことよ。今ので分かったか。
いや、多分ね。それより足立さん、警察クビになったってのは。カムロ町での建造物侵入、傷害、公務執行妨害、役満で懲戒免職だ。起訴されねえだけありがたく思えとさ。それやっぱ俺のせい？当たり前じゃねえか。おお、なんでまたそんな勝手についてきたの。お前だぞ。あんた、春日がカムロ町で撃たれたって話は？うん、聞いてるよ。撃たれた場所は警視庁と年頃にしてる近江連合幹部会の場だ。あは、警視庁と年頃会。俺は春日がそこへ忍び込んでくのを手助けした。なんかそんなこと言ってたな、そういえば。それを誠にけしからんとご立腹なのが警視庁で、我が神奈川県警はそのお怒りごもっともでと俺をクビにして一件落着とした。すまねえ足立さん。悪いと思ってんなら協力しろや春日。俺はまだ送還を諦めちゃいねえ。送還？警視総監だよ。警視総監が？なんだよ。あいつは近江連合と癒着してるはずなんだ。連中のカムロ町進出をおめこぼしする見返りにな。俺はその裏をつかみて。そんなの一番に何ができるってんだよ。警視総監とつながってんのは近江連合若頭代行の荒川真澄。春日は昔その顧問だった。こないだ胸を撃たれるまではな。だろ？今でも俺はおやっさんの子分だ。おめでたいね。つってもクビになったおまわりが警視総監相手にどうする気よ。まあ平たく言いや復讐だ。復讐？そういや足立さんが警視総監を追い続けてるのはなんでだっけ。話は20年前に遡る。教えてくれんのか。資産家の老夫婦が強盗に殺されたって山があってな。は、星は近所で失業中の前科者で、俺がこの手でワッパーかけた。くすみという男だった。は、だが裁判の直前になって、そいつは犯行時刻に別の場所で目撃されていたと分かった。つまりアリバイがあったんだ。皮肉なことにその証言も俺が聞き込んできたもんだった。それで？俺はすぐ捜査本部に報告した。その時県警はすぐに久住を釈放するべきだった。でもそうはならなかった。ええ、アリバイの証言は固いと少なくとも現場はそう感じていた。だが上は目撃した証人に何度も本当かと問い続けた。そこまで言われると自信がないと言わせるまで徹底的に執拗にだ。なんでだよ。神奈川県警本部長様の指示でだ。そいつが今の警視総監堀之内十郎よ。その指示の理由は？当時奴には神奈川県警から警視庁へ転任するって内定が出ていた。ところが起訴した容疑者がシロだったとなれば大事だ。本部長の堀之内は尻拭きに追われて転任どころじゃない。だから目撃証言を取り下げさせた。おう、なんだよそれ。本当にシロなら他にも無実の証拠が出てたはずだと奴はそう言い放った。で結局逮捕した党の刑事たちさえシロと見てた被告人に実刑が17年。くすみはかみさんや子供を残したまま首を吊ったよ、獄中でな。そん時堀之内は新天地の警視庁で知らん顔さ。胸くそ悪い。神奈川県警には偉人さんと癒着する警官が多いんでな、いつ身内が不祥事を起こしてもおかしくねえ。だからお偉いさんは早いとこ神奈川を離れたがるんだ。てめえの任期中に問題が起きねえうちにな。だからってそれで無実の人間を？ふざけすぎだろ。当時まだ青かった俺もそう思った。だから幻のアリバイ証言をマスコミにリークしてやった。え？
だが堀之内はボンクラのエリートじゃなかった。元公安の実力者よ。人脈も半端じゃなかった。俺が情報を流したマスコミ各社はすぐ堀之内へのご中心に回った。リークした情報は一切世に出ず、俺には免許センター行きの辞令が来た。クビにされなかったのは堀之内の余裕ってとこか。そいつが今や警視総監とのってわけか。俺も全部忘れちまえば済むんだろうがな。そうなると首吊ったくすみにあの世で合わせる顔がねえ。偉くなる人ってのはやっぱりそれなりに。男が3人も集まって何乳繰り合ってんだい。どうも。ああ、浜子さん、おはよう。この人は元神奈川県警の。何がおはようだ、もう10時だよ。はい。あんたたち今日はハローワークに行って仕事を探すんじゃなかったのかい。あ、そうなのか。あ、やべえ、そうだった。早く行かねえと、いい求人が取られちまう。悪いな、足立さん、俺ら仕事見つけに行かねえと。だったら俺も一緒に行くぜ。え、なんで。俺だって今は無職の無一文よ。無一文少しくらいはあんだろう、貯金とか。ねえって、そんなもん、退職金が頼みの綱だったんだからよ。貯金なんて小学生のお年玉以来したことねえよ。だから退職金当てにしてたんだけどな。しょ、免許センター勤めのくせにただのダメ人間じゃねえか。おめえに言われたくねえだろう。うるせえ、俺は酒と女に金使うのが唯一の趣味だったんだよ。ほら、さっさとハロワ行くぞ。足立光一が再び仲間に加わりました。お、春日のジョブが見習いホームレスからフリーターになりました。ほう、わーい、メールが来たぞ。足立は刑事としての職務で培われた怒り、ビビり、睡眠になりにくい強い精神を持っています。へえ。さて、じゃあハローワークに向かおう。お、なんだ、おじさんが絡んできた。なんだ、おじさんどうしたの。よう姉ちゃん、小春ちゃんっていうか、耳がいいお姉さん、おはようございます。昨日はぐっすりお休みでしたね。ふふ。え、なに、どういうこと、どういうこと、どういうこと、気になる、僕のこと気になるの。まあいいや。じゃあ食案に向かおうか。お、なんだこれ。まあいいや、行きまーす。あ、なんか、あ、そうだそうだ。お、なんだありゃ。これ、このイベントがあったね、そういえば。これも真剣ゼミでやったところだ。ちょっと飛ばしていいかな。飛ばしていいっていうか、まあささっと行くわ。あんた力ありそうだし、抜いてくれよ。おい、貸してみろ。くそー、抜くともしね。二人とも情けねえな、俺に任せろよ。勇者になれたじゃん。マジか、すげえじゃねえか。俺でも抜けなかったのに何かコツでもあるのか。きっとこいつは選ばれし勇者にしか抜けねえんだよ。確かに、さすが勇者たもんだな。勇者にしか抜けない制限みたいな RPG よくあるネタ知らねえか。こいつさ、実は子供の頃から勇者に憧れてんだよな。そうだ。まあな。おお、まあ制限なんていいもんじゃなく、実際は汚ねえバットだけどな。勇者の政権か。俺がこの世を救う。ねえ、お前らバカだろ。あれ、あれあれあれ。なあ、あ、親父狩り出たな。流行りの親父狩りに来たぜ。金出せや。おう。よし、行くぜ。楽しませてもらおう。おっと、やってやるぜ。おっと、ここのイベントからこういう感じなのか。お、なんだこいつら、
変身しなかったか。ああ、何言ってんだお前。勇者がどうとか妄想が過ぎるんじゃねえか。現実見ろよ無職さん。俺だけ。まあいいや。こっちの方が面白い。よし行くぞ。よし行くぞ。バスタースイング見せてやるよ。バスタータック。よし行くぜ。よっしゃい。あ、強い。意外と強い。来いよ。見てろよ。行くぜ。ついドドドドドドン。やめんな俺の番か。行っちゃって、ドン。なかなか痛い。これ強い。全力突き。うっしょ、危ない。強くね、一気に強いな。どうしよう、あっちから行くか、あっちから行くか。よいしょ、よしよし、まず一人。あっちは足立さんに任せるとして、メガスイング行くぜ。とっておきだ、とっておきだ。よいしょ、あれ失敗した。よいしょ、よいしょ。うわ、危ない、強いな。よいしょ、よいしょ、行っちゃって、追い打ち。オッケー、行っちゃって、あー、ちょっとつまおしい。そう、やってやるよ。うーりゃ、強くなった気がするぜ。おお、やれやれだぜ。やれやれだぜ。俺らに金よこせなんて見る目のねえ野郎だ。まったくだな。さっき戦ってる最中によ、本当にこいつら変身して見えなかったか。あ、いや、本当に変身して見えたんだって。大した妄想力の勇者様だな。妄想？さっきのは俺の妄想だったのか。まあお前は思い込んだら止まらねえタイプの人間だからな。自分が勇者だと強く思い込みすぎて、敵がモンスターみたく見えたんじゃねえか。すげえ、思い込みか。まあでもそれくらい思い込みが激しいやつじゃねえと勇者なんてなれねえかもしれねえな。要は自称だろ、自称。なら思い込んだもん勝ちかもしれねえぜ。そうか、そうだよな。よし、やっぱり俺は勇者だ。勇者になるぜ。あ、春日のジョブが勇者になりました。はは、春日の妄想によりバトル中のみ町の敵の外見が変わって見えるようになりました。まったく調子のいいやつだぜ。じゃあさっさとハローワークに行くぞ勇者よ。今の勇者様のパーティーには薬草を買う金すらねえんだからな。そうだな、まずは金だな。ドラクエと同じだ。本当に人生は RPG だな。